水害などで汚れてしまった写真を洗うボランティア活動が明石市で行われました。この活動は水害などの自然災害で汚れてしまった写真を劣化を防ぐために洗浄し、持ち主に返す取り組みで、東日本大震災以降、全国で広がっています。主催しているのは、2018年の西日本豪雨をきっかけに、被害を受けた各地の写真を洗浄している明石のボランティア団体で、毎月定期的に活動しています。今日は2020年の熊本豪雨で被災し、汚れてしまった写真が用意され、参加した人たちは、大切な思い出がこもった写真を一枚一枚丁寧に拭いていきました。写真を撮った当時の思い出みたいなのを、忘れかけてた思い出もよみがえるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりそういう写真を見て幸せになってもらったらいいかなと思いますね。写真洗浄はどなたでも被災地のために被災地に足を運ぶことなく支援できるっていう、それがやっぱり大きいところかなと思っております。もっと多くの方に知っていただいて参加していただきたいなというふうに思ってます。主催した団体の代表は今後能登半島地震の被災地を訪れボランティア活動を行う予定です。